金子バショッピング始まったよ。やっぱ拍手ですね、はい、そうですね、はい、ということで始まってしまいました、はいはい、この番組はどんな番組でしょうか。はい、この番組は、5分間でeカプコンの、販売しているグッズとか予約しているグッズをざっくりと、ご紹介する番組です。はい、ということで、私カプコンスタッフのかなと、はい、戦国バサラなどでおなじみの、カプコンのプロデューサーの小林裕之です。コパピーです。コパピー。はい、ということで、今日ご紹介します。はい、はいはい、つい5月24日に5周年を迎えました、うんうんうん、ドラゴンズドグマシリーズです。はい、ということで、カプコンではですね、早速この5周年を記念しまして、はい、オリジナルグッズの方を作らせていただきました。はい、はい、ということで今回グッズ3種類、はい、ご用意しております。はい、それではまず、はい、グッズ1個目、はい、これですね、手帳型 iPhone ケースになります。はい、はい、でデザインなんですけれども、これは、はい、初代ドラゴンズドグマのエンディングで使われていましたアートを、うん、使っております。はい、はい、なんかそしてもう一つが、はい、ドグマのあの紋章ですね。はい、はい、あのロゴにもなっているあの紋章をデザインしたイーカプコンのオリジナルデザインになっております。はい、はいはい、そして2つ目、はい、こちらの方が、ね、コバピーも出張多い中必ず使うのモバイルバッテリーです。はい、あれの 3K、6K って容量の違うものを2種類用意してます。はい、デザインは、ね、は3種類あります。はい、3種類、はい、結構セット本でも出してますし、うん、まあ、そこの中でレアなマークですね、うん、そうですね、紋章マークを使っております。はい、これすごいかっこいいですね。特に青い紋章の方ってシンボルマークの方ってあんまり見たことないんですよね。うん、そうですね、はい、はい、これぜひかっこいいので、はい、ペアで持ってもいいんじゃないでしょうか。はい、はい、3つ目、はい、3つ目の方はメモリアルアクリルアートといいまして、はい、すごく綺麗なアクリルでできたアートですね。これぐらいの結構大きいサイズなんですけど、はいはい、歴代のパッケージアートの方を、はいはい、使用したアートになっております。はいはい、ついこの間発表しました、はい、ドラゴンズドグマオンラインシーズン3の、パッケージアートを使って全部で5種類用意しております。はい、そして値段はなんと通常2万4000円のところ1万2000円販売したいと思います。嬉しい。ということで1万2000円で販売しちゃいます。はい、はい、ということでですね、このシーズン3のイラスト集大成感すごいですね。はい、新しく、ね、発表したばっかりですけど、はい、早速商品になるということで、はい、チーム一同大変嬉しく思っております。ありがとうございます。ということで、はい、皆さんも、ぜひぜひこれあの締め切りが受注になりまして、はい、2017年の6月23日の金曜日のお昼13時までになってますので、はい、皆さんそこを、お見逃しのないようにご予約お待ちしております。はい、ということで駆け足で終わってしまいましたね。終わってしまいましたね、本当に。はい、はい、でこの番組はなんと毎月やるということで、来月はどのタイトルを紹介するんでしょうか。はい、皆さん、カプコンといえば、はい、ロックマン、ストリートファイター、はい、そして逆転裁判、はい、その3タイトルの商品紹介ですね。はい、楽しみですね。はい、はい、ということで光の速さで終わってしまいましたが、皆さんぜひ、はい、月1回なのでいつ配信になるかはぜひカプコンをこまめにチェックしたり、ツイッターをチェックしてくださいね。はい、ということで、皆さんまた見てくださいね。またねー。バイバーイ。コバチャンネル始まったよー。ごめんなさい、出遅れちゃった。完全に出遅れた。